皆さんこんにちは、カトレアです。今回はルフレを使って対戦していきます。一戦目は、ロボット。対戦よろしくお願いします。皆さん、体調を崩していたりしませんか？コロナが地球侵略を楽しんでいる中、私たちにできるのは、自宅でゲームをすることくらいです。香川県のゲーム規制で、香川県民の皆さんにはとても辛い状況ではありますが、少しでも楽しめるような動画を作っていければと思います。さて、私は、自宅にいる時間がいつも以上に増え、エコノミー症候群みたいな感じになってしまいました。座っているのが辛いです。寝ようとしても、足がふわふわしてしまい、このまま空に羽ばたけるような感覚に襲われてしまいます。外出自粛、と言われていますが、私は、少しくらい外に出て運動しないといけないと感じているので、適度に外出するくらいは問題ないかと思います。常に、コロナに怯えているのではなく、免疫をつけるためにも必要なことだと感じます。1分近く世間話をしたので、そろそろ対戦でも見ていきましょう。最初の意味がわからないミスによるバーストから五分状況になっていますね。駆け上がりギガファイヤーが失敗してしまい少し泣いてます。サンダーを貯めればいいとか聞きますが、感覚でどうにかできてしまったので、サンダーのための有無の駆け上がり宅ができたのは良かったことですね。相打ちになってしまいましたが、空前でしっかりとバースト。リザイアもあるので、適度に回復しつつ勝ちに行きたいところです。とか話していたらバーストされました。駒に被弾しないだろと思い、くるくる回っていたのですがダメでしたね。ギガファイヤーさえヒットしてしまえば、50% くらい稼げるので気を引き締めていきます。駒を取れたので、投げていればバーストできていたかもしれませんね。駒の飛ぶ方向がわかっていたのでできました。対戦ありがとうございました。柱、あなたの関心になります。続いて2戦目は、竜。対戦よろしくお願いします。オンラインでも剣と遭遇する確率が高いので、これは練習になりますね。対竜で意識していることは、竜巻旋風脚に当たらないことです。アップデートで無敵が付与されてしまい、今まで当たっていた技が当たらない現象に陥ってしまい、どの技を当てるかも作中です。また、竜巻旋風脚の吹っ飛ばしが頭が悪いくらい飛ぶので要注意です。ずっと相手にターン継続されてしまい何もできていません。こうなると操作が雑になることが多くなるので気をつけなければいけないところです。サンダーソードを投げて相殺するつもりでしたが間に合わなかったですね。倍以上のダメージを食らっていると焦ってしまうことが多いので気をつけるポイントになります。ルフレは火力が高い方なので一瞬で追いつくことができます。リザイアで回復もできるのでとても強いファイターだと思いますが足が遅すぎるので難しいです。それを補えればそこそこ上位ランクに入るのではないかと思います。下 B で耐えれることをすっかり忘れていました。ダメージは入るので問題ありませんが、さすがにファイターの知識不足すぎて草も生えない状態です。この竜巻旋風脚に被弾していたらバーストされています。逆転ができていたかは置いといて、外に移動回避をしてなんとかバーストされずに済みました。この対戦中に気づくことができませんでしたが、飛び道具に対してガードをすることが多そうです。シールド漏れを狙いつつ対戦を進めていきたいところですね。ルフレでここまで耐えれていることが奇跡のようです。当たりたくない技を徹底的に拒否できている成果でしょうか。撃墜されなければいいゲームなので、どんなにダメージを食らっていても問題はありませんね。念のため回復と思い使いましたが、1回で 50% 近く回復しました。
さすがに回復しすぎな気もしますが、運営が決めたので文句はありません。逆の立場であれば文句しかありませんが、自分が使っているので爽快です。ほぼ無傷で2ストック目を取れました。バースト圏内ではありますが、1ストック差はあるので問題なさそうです。65% まで与えたので、空前などでもう少し稼いだらバースト圏内です。ギガファイヤーが当たる位置によってはバースト圏内になるので、裏のタップとして用意しておきます。一瞬でダメージ5分まで持っていかれました。ストック振りであれば大慌てですね。下 B を誘って横スマでバースト。対戦ありがとうございました。私があなたの半身になります。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いします。